回紹介する名画はジョット・ディ・ボンドーネのユダの接吻という作品です。イタリアを代表する画家ジョットの作品を見ていきましょう。ジョットは中世後期のイタリアの画家で建築家でもありました。彼の絵画様式は後期ゴシックに分類され、イタリアルネサンスの先駆となった偉大な芸術家だと言われています。そんなジョットは新約聖書の逸話に従い、キリストの体をマントでくるみながら悪意を持って接吻しようとするユダと、それを受け入れる凛とした美しい表情のキリストの姿が描かれ、両者の内面的な対立を主題としています。この絵画はエンリコ・スクロベーニが建造した礼拝堂の壁画の一部としてフレスコ画の技法で描かれました。フレスコ画とは壁に漆喰を塗り、そこへ顔料を水や石灰水で溶いた絵の具で色をつける技法です。これは中世末期からルネサンス期にかけてイタリアで主流だった技法なのです。しかしこの技法はコストは安いものの、漆喰が乾いた上から塗っても顔料が吸い取ってくれないため、乾く前に顔料を塗り終えなければなりません。そのためやり直しが効かず、使いこなすにはかなりの高い技術が必要とされました。ジョットの高いスキルがあったゆえに描かれた作品なのです。次回はフランスのあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた来週。